皆さんこんにちは、ペトでございます。小生録続きやっていきたいと思います。9月ですね。ではね、ちょっと朝日さん、朝日にちょっかい出しましょうか。振り切られちゃう。まあまあ、これは想定内。信用できる部隊がないんですよね。もう一個ちょっと村落つくとこか。よいしょ、ここにね。ほい。さんがね、農業できるんで、ちょっと浜松の近辺まで移動させましょう。さあ、これでとりあえず9月のコマンドは終了ですね。お、あっちに行ったか。ですね。よし、消せる。まあ、決着はつかんでもいいので。
で、ここまでだね。
まあこんなもんかな。なるほどね。一気が多いな。なんかイベントっぽいね。あ、これはあれですね。まあ、ちょっととりあえず読みましょうか。10名話があるそうじゃなと。はい、国沢様と、これね、いろいろ読み方あるんですよね。成久さんとか正久さんとかね。まあいいや、ごめんなさい。うむ、近頃富に横暴の振る舞いが目立っておるようじゃなと。はい、特に正久様にしておきますね。横暴は目に余るものがございますと。武功も泣きくせに鼻は高いと据え継ぐとに汚き言葉を浴びせ鼻をつかんでねじったとか、平井平蔵、ごめんなさい、平蔵兵衛殿の髪をつかんで畳にこすりつけたとか、里田の悩め子殿は、正久様の刀の鞘に触れたというだけで投げ飛ばされたそうでと。うむ、この前も国勇がわしの裁定を無視しよったと。しかし彼ら新宮党の、武編は家中に並ぶものなし、どうすればよいかのと。で、毛利さんのとこですね。話とはなんじゃと。はい、私の手の者が天荻の、動静を報告してまいりましたと。当主の春久は新宮党の国久、正久らに対して不満を抱いているとの様子とのこと。と、ふむ、新宮党といえば尼子家中屈指の武勇を誇るものじゃなと。今後のためにも何か手を打っておいた方が良いかもしれぬな。よし、良いかもとある罪人にこの密書を持たせて尼子領へ向かわせよう。罪人は巡礼姿にでも仕立てよう。そして尼子領に入りしたいその罪人を殺すのじゃと。わかりました、早速手配いたしまする。と、うまくいけば築山富田城でうちから大きな日の出が上がるぞ。ふふふ。数日後、尼子家の領内で巡礼者の惨殺死体が発見されたと。巡礼の懐には国沢宛ての密書が入っていた。何々、春久を討ち取った暁にはお望みの領地を差し上げる。吉報を期待するもとなり、まさか国久と毛利と、いや、策略かもしれぬ。だが、さらに数日後、今度は築山富田城内において怪しい手紙が発見された。筆跡は国久のものと見受けられた。何々、
我ら毛利家についた家もはやお目にかかることなし。さてさて、名残を祝存じ、やはり毛利と通じておったが、これは捨ておけな。二通の手紙の内容に激怒したアルヒサは、これが元内の策略であるとは知らず、新宮と打倒の策を練り始めた。そして運命の日はやってきた。親方様のご体調が優れませぬ。ご回復次第出題いたすゆえ、今しばらくお待ちくだされ。何をしておられるのじゃ。急ぎの評定ゆえ登場せよと仰せられたのは殿ではないか。必ず出題いたすゆえ、今しばらくお待ちを。しかし夜遅くなっても春日さんは姿を見せなかった。申し訳ござりませぬが、日を改めとということで、全く茶の一つも出さないで何を考えておるのじゃ。朝日さ、帰るぞ。はい、全く迷惑千万の話じゃ。国久と正久は席を蹴るようにして築山飛板城を後にした。その帰り道のことである。ああ、暗殺されるんですね、これは。国久様、ごめん、こう無理まする。でいいんだよね。な、何をするのじゃ。とぼけるな、春久様を内山奉行を乗っ取りを企んだのはどこの誰じゃ。何、それはどういうことじゃ。わしには全く覚えはない。問答無用、そなたの密書が発見されておるのじゃ。そんなバカな、それはきっと毛利の策略に。グフッと。うわーじゃなかったんですね。こうして天国に久正久親子が討ち取られた翌日、新宮島の巨漢は春久との攻撃を受けて壊滅したと。春久は自らの手で貴重な戦力を削いでしまったのであると。まあね、こうね、自分のその領内でのね、なんていうか爵位が高くなるとね、まあちょっとえばり散らしてね、邪険にされるというのはよくある話ですね。はい、ということでね、まあ近くじゃないんであんまりね、我々にはちょっと影響はないんですけどね。11月になったところでちょっと若干早いですけどね、まだこんだけいるしね。あ、まあ結局はさあこれでね、浜松城攻めが2890なんでね、一度ちょっと3部隊揃えて、行ってみたいかなというところですね。では、ちょっと言いましたけどね、若干早いけど、今回ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。